サガラ、ラーマ王子の先祖。サガラは、インド神話の登場人物である。アヨーディアー、イクシュバーク王家の神話的な王で、天界の川であったガンジス川を地上に降下させる、原因を作ったとされる。アンシュマットの祖父、ラーマ王子の先祖。ラーマーヤナによると、サガラ王は王子を得るため、二人の引け死に、スマティーと共に、 ヒマラヤ山中で修行に励んだ。これを、聖戦ブリグが喜んで、片方の妻からは一人の王子が、もう片方の妻のからは六万人の王子が、生まれるだろうと告げた。やがてケイシニーは一子アサマンジャーを生んだ。また、スマティーは一つの氷炭を生み、それが割れた時、中から六万の王子が生まれた。アサマンジャは、残虐な性格の持ち主で、 民の子供をサラユ川に投げ込んだので、民は怒って、サガラに抗議した。そのため、サガラ王は、アサマンジャーと火を森に追放したとされる。後に、サガラ王は盛大な馬主催を行おうとしたが、インドラ神は重要な犠牲の馬を奪った。王は六万の王子たちに奪われた馬を探すように、命じた。六万の王子たちは地上をくまなく探したが、 発見できなかったので、穴を掘って、地下世界を探し始めた。しかし彼らの喧騒が神々を悩ませた。神々が、ブラフマー神に相談すると、ブラフマー神は、彼らは、ビシュヌ人の化身である聖戦カピラによって滅びるで、あろうと告げた。やがて王子たちは、地下世界に、カピラ戦が奪われた馬を引いて歩いているのを、発見した。彼らは馬を奪おうとしたが、 カピラの怒りによって残らず灰と化した。サガラ王は王子たちが帰らないことを心配し、アサマンジャの子、アンシュマットに命じて探させた。アンシュマットは世界中を探した後、地下で王子たちが灰になっているのを発見した。アンシュマットは彼らを供養しようとしたが近くに水を見出せなかった。スマティーヒノ・ニーガルドは彼らは 天井のガンガーの水によってのみ救済されるから、今は馬を連れ帰って、祭祀を完成するよう助言した。帰還したアンシュマットからすべてを聞いたサガラ王は、悲しみつつも、祭祀をやり遂げた。その後3万年の間王国を支配した後、昇天したとされる。なお、彼の6万の王子たちの魂は、アンシュマットの孫、バギーラタがガンガーを降下させ、 その水によって救済されたという、ありがとうございます。